知事退任会見を始めます。本日の記者会見は記者会のご要望を受けて開催するものです。知事からの発言の後、記者の皆様の質疑にお答えいたします。それでは知事お願いいたします。はい、私は本日令和6年5月9日をもって15年間働きを参りました飲食を停止することになりました。この記者会見を通じまして県民の皆様方に対しまして、これまで、慣れない仕事でございまして、いろいろとご失敗とおかけしたことを言いますけれども、にもかかわらずご協力またご支援ご理解賜りました県民の皆様に対しまして、新人よりありがたくはつく御礼を申し上げるものであります。ありがとうございました。さて、私が知事に就任いたしましたのは、15年前の2009年7月のことでした。知事の最大の任務は県民の皆様の命と財産の保全であります。就任した翌8月の11日に駿河湾沖地震がございました。そして1名の方が命を落とされました。それを機に危機管理を最優先にすると決めまして、県政に取り組んでまいりました。そうした中、2011年の台風15号で3名の方、2012年の台風4号で1名の方、2013年の台風26号で1名の方、2014年の大雪で2名の方、2019年の台風19号で3名の方、2020年の豪雨で1名、または2021年7月の熱海土石流で災害関連死7名の方を含む28名の方、2022年の台風15号では災害関連死3名の方を含む6名の方、そして2023年の台風2号で2名の方が尊い命を亡くされました。プロの災害で尊い命を失われました48名の皆様に対しまして、衷心より哀悼の誠を捧げるのであります。ご冥福をお祈りいたします。被害に遭われ、復旧復興の途上の皆様には、一日も早く日常生活を取り戻してくださるように心から願っております。さて、任期3期を抹消した後、現在は4期目で、来月で、丸3年目となります。これまで、ほぼ丸15年もの間、県民の皆様に懸命に残してきたことは一生の思い出でございまして、公園の一部に作るものであります。私は故旧徳の美しい古の国づくりを理念に掲げ、その実現のために現場主義に徹する努力を重ねてまいりました。現場に出かけた回数は15年間で県内3500回を超えておりますけれども、県内各地で仕事に打ち込めましたのは、ひとえにそれぞれの現場でもかかりました皆様のご協力、またご支援の賜物でございます。これまでのそれぞれの場におけるご向上に対しまして、改めて新人の感謝の意を捧げるものであります。誠にありがとうございました。4期目の最大の公約は、南アルプスの自然環境の保全と水資源の確保である。それとリニア工事を両立させることでございました。辞職の理由と重なりますので、お別れの挨拶の最後にこの件について申し述べておきます。南アルプスは国立公園であります。昭和39年に国立公園に認定されました。それゆえ、その自然環境の保全は日本政府の国策でなければなりません。また南アルプスはユネスコのエコパークに認定されております。従いまして、南アルプスの生態系を保全することは日本政府の国際的責務であります。国の生態系に関する、いわゆる有識者会議は昨年暮れに最終報告書をおまとめになりました。それによりますと、南アルプス山中のトンネルの上を流れる沢渓流は工事によって例外なく水位が下がると報告されています。水位が下がりますと、水際に生きる生物などは特に水が来ませんので、生死に関わる厳しいマイナスの悪影響を受けます。また工事で出る濁った水の透明にするためには凝固剤の使用を報告書は提案されております。
凝固剤を使いますと性質は確実に悪化いたします。この報告書の内容を一読いたしまして、少々言いますればトンネル工事によって南アルプスの自然環境はマイナスの悪影響を受ける、言い換えますと工事によって南アルプスの自然環境には黄色の信号がつくという認識を私は持ちました。それでもなお工事を観光するということであれば、工事による南アルプスの自然環境への悪影響をいかに小さくするかが課題であります。沢の水位が下がることで死滅しかねない生物の保全などのために有識者会議はモニタリング会議を提案なされました。モニタリング会議は政府主導で今年2月に発足をいたしました。モニタリング会議その第1回会合2月29日、2ヶ月前のことでございますが、基本方針があそこで確認されました。そして第2回会合が先月発生しました3月29日のことでございまして、その会合で丹羽氏を新社長とする JR 東海は南アルプストンネル静岡工区の事業計画についてこれまで知られていなかったデータを公表されました。世間はあっと驚きました。私も同様であります。いわく高速長尺先進ボーリングに3ヶ月から6ヶ月、工事ヤードの整備に3ヶ月、トンネル掘削に10年、ガイドウェイ設置に2年という事実の公表でございます。その数日後に、いわく岐阜県は江那市のトンネル工事に40ヶ月、すなわち3年と6ヶ月長野県は飯田市の高架橋の工事に70ヶ月すなわち5年と10ヶ月山梨県は駅の工事に80ヶ月6年と8ヶ月がかかるという公表をなさいました。昨年までの JR 東海の前の社長の体制の下では一貫して静岡県の工事の遅れだけが繰り返し強調されていました。そのことからいたしますと覚醒の感がございます。今回の2度にわたる事実の公表で静岡県のみならず岐阜県、長野県、山梨県でも工事が遅れていることがはっきりといたしました。これらはいわば不都合な事実言うべきものであります。臭いものに蓋をするといった感のある従来の JR 東海の姿勢が一新したというふうに思います。不都合な真実とはいえ正直に事実をありていに公表された現在の JR 東海の丹羽社長の姿勢では感じております。正直に勝るとくもくはありません。正直な丹羽社長に対しまして敬意を表するものであります。さて南アルトンネル工事について工事に要する年数を単純にいたしますと12年から13年ということになります。重なるということなので11年というふうになっているようでありますが、しかしながらそれをモニタリングをしながら言い換えますと順応的管理で工事を進めるというということです。順応的管理すなわち工事中に何か問題が生じますと、もう一回その工事が良かったかどうかフィードバックして考え直して計画を立て直すということでありますが、こういうその、やり方が順応的管理ということであります。したがってこういうモニタリングをしながらの工事となればすればここで挙げられている工事年数を超えることが十分に予想されます。それは何を意味するんでしょうか。南アルプストンネル工事自体に黄色信号が灯ったことを意味すると思います。工事をすれば南アルプスの自然環境に黄色信号がつくというのが有識者会議の最終報告書の内容だというふうに私は認識しております。そしてまた今回工事自体にも最低10年以上かかるということでございますので、これも青から黄色に信号の色が変わったというふうに捉えております。信号が黄色になれば道路交通法に従いますれば進んではいけませんけれども、中には強引に進む方もいらっしゃいます。強引に進むのかあるいはとどまるのか、まさに岐路に立ったということでございます。それをどうするかについてはモニタリング委員会のご見識次第であります。私は以上のことをもちまして4期目の公約に関わる仕事に一つの区切りがついたと判断いたしました。これまで JR 東海さんに対しましてかなり厳しいことも言ったことに対しましては
改めて申し訳なく存じますけれども、同時に、三輪社長の正直な姿勢に改めて敬意を表す次第でございます。ご立派でした。なお、2018年6月、今から6年前ですが、JR 東海さんと静岡市との間で締結なさいました、いわゆる海の打ち上げ船の5キロのトンネル工事は、丸6年経ちました現在、掘削すら始まっておりません。丹羽社長はぜひこの約束通り実行してくださるようにお願いをいたします。富士山と南アルプスはいわば父と母のような存在であります。この霊峰と明石山脈とは命の水を供給することで静岡県民をまたそこに気づく気づいているものすべてを何世代にわたって養ってまいりました。水資源を保全するためにも南アルプスの自然環境は保全しなければなりません。そこに住む私たちのそれは使命ではないかと思います。県民の皆様を信頼申し上げております。私はこれをもちまして、富士の国、愛する富士の国、を後にすることになります。ありがとうございました。皆様方のご多幸をお願い申し上げます。では、質問に入ります。幹事社様、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ただいまの、本日の幹事社質問ございませんので、各社様にご質問を今後していただきたいと思います。ただいまの知事の発表に関しまして、質問のある社はお願いいたします。また、時間が限られておりますので、一社様なるべく一問で簡潔によろしくお願いいたします。では、質問のある社様、お願いします。大事です。お願いします。静岡第一テレビの松松です。15年間本当にお疲れ様でございます。川勝県政の15年振り返りますと、まず最初に知事になれたときに、今の発表にもありましたけれども、ここを日本の理想郷にするとおっしゃいました。富士の国理想郷という言葉もすごく印象に残っていまして、実際この15年が経ってここは静岡県はその富士の国理想郷になったのか、知事が実現できたとお思いでしょうか。いかがでしょうか。理想郷というのは理念なんですね。ですからそれをその旗をですね下ろしてはなりません。そしてこの富士の国、静岡県は、今は山梨県も入っておりますけれども、富士の国と両者が称してますので、これは十分に日本の顔、そうなれる、したがって富士山が世界文化遺産でありますように、世界クラスの地域になれる可能性を持っております。で、そういう可能性、この場の力が、それまでからも徐々に出てきましたけれども、この15年間にも、顕著に、現れたというのは、世界クラスの地域資源の人材群が、今後丸11年ですね、富士山が世界遺産になってから丸11年になりますけれども、確か150件を超えてるんじゃないかと思います。だから11年間というのは月数になると132件ですから、一月に1件以上の割合で世界クラスになっているというのはですね、かなり理想的になるのではないかと、思いますし、またウクライナあるいはガザにおけるああいう指導維持産業に比べますと、ここは人々が訪れてよし住んでよしということで、移住希望地も3年、続いて日本一ということでございますから、そういう意味ではですね、多くの人がここがいいなと思ってくださると、理想とというのは心の中にあるんですね。ですからそれを私は一貫して持ち続けておりまして、でそれを持ち続けられたということは、この場において仕事してきて、それができるからという確信があるからだと思います。ありがとうございます。富士山の名に恥じないような県政運営をということもよくおっしゃっていただいたと思うんですけれども、その富士山の名に恥じないその成果、今おっしゃっていただきましたが、一方でもし富士山に何かこれができなかった、これを反省しているということを言うとすればどういうことでしょうか。ともかく28名の方がですね、
突然土石流に命を奪われたと、このことは痛恨の極みであると、厳しい判定でございます。私個人に即して言いますれば、その現場近くに複数回来ているにもかかわらず、七尾団地にお邪魔したわけですけれども、そのすぐ左手に、この川が流れているわけですね。でそこに違法の盛り土が流れていたわけですね。現場を見る機会をどうして持たなかったかというのは、食い止め、食い切れないところだろうと思います。冒頭の発言以外に関するご質問でも大丈夫です。各社様いかがでしょうか。はい、千葉県テレビさんお願いします。静岡朝日テレビの片山と申します。中央電管お疲れ様でした。先日リニアを争点にする会が川勝知事再出馬を求める署名活動を行って1987名の署名が実際に川勝知事のもとに届けられて、アポイントメントはありませんでしたが知事もお会いになったと思います。改めてそういった署名が集まることへの思いも含めて、これまでですね、県民に多くの負託を得たというところでの県民への思いも聞かせてください。はい、有権実行ということでございますので、一つ括りがついて、リニアの工事に気を盗むことを持っていると、これどうするかというのはですね、多くはやはりその南アルプスの恵みに享受してこられた県民の皆様の意思にかかっていると思います。で今回その署名活動を私は辞任するということは、おそらくですね、確実にその再出馬することがないということがお分かりになりながら、なおかつですね、このことは重要であると、それを訴えるためにもですね、署名をされたのではないかと思いまして、その方たちの使命感に、対しましては立派ですと、志を同じく従っている方たちがいたのかなと、わざわざ10日あたりでですね、で街頭に立っての支援署名活動ですから、結構害された人がいなかったらよかったなと思いますが、その方たちに対しましてはお一人お一人ですね、御礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。改めて多くの県民の方々にご支持もされてきたと思いますけれども、県民への思いもいかがでしょうか。すごいですよ。やはり僕は学問してきました。でどちらかというと座学だったわけですね。僕は実学の重要性を一貫して15年間訴えかつ実践してきたつもりです。実学、農業とか、あるいは工業とか水産業とか焼き産業、こうしたところで実態を要請されている方々にしか知事賞を出さなかったんですね。そういう意味でですね、自らの実学をするという意味で静岡県、これを自分の、言ってみれば愛する対象にしてですね、人を愛せるとやはりもっと理解したくなるんじゃないですか。もっと知りたくなりますよね。知りたければ知りたくなるほど、また何をして差し上げればいいかということも分かってまいります。そういう関係だったわけですね。ですから非常に深い愛情をですね、富士の国静岡県に持っておりまして、今はその富士の国が奥座敷、表玄関の富士の国の静岡県と奥座敷の山梨県には広がっておりまして、そうしたこの、心が一つになっていることも含めてですね、いいところだというふうにのが勉強した実質自分なりのフィールドワークをしてきた今の考えであります。各社様いかがでしょうか。チョビさんお願いします。より新聞の社です。先ほどの冒頭の知事の話でリニア問題について言及があったと思うんですけど、
その中で強引に突っ込むか、まあ、あるいはとどまるかどうかの気分だという表現をされていましたけれども、で今回今日知事選が知事の職員となって、告示されていて、まあ、主な候補の中には推進の立場を取るかといえば反対の立場を取るかといえるんですが、この辺の論戦、リニア問題についての論戦について実行のように見ていらっしゃいますか。はい、まあ、モニタリング会議というのはもうこれまで2つの水資源に関わる実施会議、それから生態系に関わる実施会議、委員の中身を変えてですね、分ってこられました。したがってそれはよく勉強していただくことが大事ですね。で、おそらく一番いい形にしてくださるであろうと、まあ選ぶのは主権、まあ、有権者、県民ですから、よく主張を気になってですね、で同時にまた、モニタリング会議の行方をこれから注視するという、そういうきっかけにもしていただければと思います。それから告示された知事選なんですけれども、今のところですね、史上最多の6人が立候補を届け出ているんですけれども、まあ、いろいろ報道されてですね、何か気になる候補とかにがいれば、お話を聞きたいのと、あと、なんていうその知事選に向けて出馬される方に何かエールとか、そういったものがあるかと。はい、みんな有権者、同時にまた非選挙権を持っている方がですね、自由にこの立候補できるというのは、日本ならではの民主主義 の国柄でありますので、まあ、そのことは非常に多くの方が立候補されたというのを大変喜んでいます。まあ、あとは、できれば 50% を超える投票率になればいいというふうに願っております。やはりどんな会議でもやっぱり2分の1以上出席していないと会議になれたくないじゃないですかね。まあ、そういう原点に戻って、やっぱり5割以上の方たちが関心を持って投票されると。仮にいない場合には、適当な人がいなければいないということでもいいわけですね。それは無投票になれない。投票率の中にはそれが入りますのでね。自分の意思を表示するというきっかけであると。大事なきっかけで、まあ、ある意味でそれしかですね、一般庶民は政治的意思を表明する機会がないと、それは言えます。あれ、最も重要な意思表明の機会であるということなので、いない場合でもいないと自分の意思を書けばいいと。すごく大事だと思います。富士の国という広報誌があるんですが、春夏秋冬、いわゆる期間内ですね、年間に印刷出すわけですけれども、その、まあ、知事対談というのがございまして、最後がですね、武士道と武道になりましたね。それはありがたいことだと。私は日本の規範はもちろん儒教や神道や仏教、あるいはキリスト教、いろいろだと思いますけれども、武士道というのがですね、あると思います。いわゆるセブンサムライで、サムライの言葉が世界語になりましたけれども、サムライと武士道と同時に武道というのが三位一体じゃないか、それが道具になりましたのでね、富士の国の最後の55号と56号の対談の内容になったと。いうことで、私は自分が武士道というのを大事にしているんだということをですね、この15年間で気づかされました。多分15年間、まあ、先日の会見では、まあ、一番嬉しかったのは富士山が世界遺産になったことをおっしゃられたんですけども、15年間振り返って何か一つ思い出に残るお仕事を少し詳しく伺います。全部富士山絡みですね。夢テラスができて、あそこから銀行大臣が、徳富の方がですね、僕が、まあ、世界トップの継承を違う場所だというふうに言われたわけですが、単に
文房材が立ってるだけだったけど、福間健吾さん の, あのいわゆる法隆寺の夢殿をあのから本格利用したあこの8つ の, そのまあ何て言いますかね、4羽の鶴かカリカがねこう羽を広げてうーっとこう富士山に飛んでいくようなそういうスタイルになってるわけですね。そこができてそこのからあの見た景色がすごく綺麗なので大事な人が来た時には必ず私はそこに連れて行ったということがありますので、やっぱりその富士山絡みですね。それからまあ、あの公務員課長あのマニュアルというのがあるじゃないですか。これこんなものじゃない、おそらく誰もお読みにならないんじゃないかと思うんですが、あのそれ八ヶ寺のまとめたのは富士山がなんていうんですかね、八の形で言ってる八ヶ寺のまとめ、それから荒神山側というのはあの、まあ、パターン化して富士山を三つもあの三角形にして書くじゃないですか。あれもあの富士山からできてるかなと後であのそのことを思ってですね、いかに僕が富士山にあの深く傾倒してきたかと、まだあの、影響を受けてきたかと、まあ、この数年間私は朝、まあ、今日もそうですけども、あまだ4時半ぐらいになるとかかるんですけれども、あの渋谷何て言ったか、その公園ですね、城北公園に行きまして、そこから一番きれいに富士山見えるところがあるんですよ。見えようと見えまいとそこで手を合わせるんですけどね、毎日それやってるんです。雨にも風にも、そういう意味でもですね、毎日毎日富士山だなと。またあの記事室の地形をもともと西側の方にあったわけです。で私それ東に行ったら富士山が見えたので東に移しました。まあ、窓際とかに行ったわけですけど、だ富士山が見えるのが嬉しいと、そのうち見ているんじゃなくて見られてるんだと、だから富士山に恥ずかしくないようにというのがですね、自然にこの心の中に入りましたので、まあ、あれですか、晴れてよし曇れてもよし富士山が元の姿が変わるだろうという鉄舟さんの歌じゃありませんけど、まさにそういう感じですね。元の姿というのをですね、常に心の中にイメージして自分の中にやってきたと、本当にこの富士山のあるところにですね来て仕事ができたというのは本当にありがたいことだと改めて申し上げます。はい、いかがでしょうか。次新聞さんお願いします。中日新聞さんです。あの先日白紙とされていた今後についてですね、何かやりたいことやプランがありましたら。千人になることですね。まあ、あの今日おそらく11時59分59分まではですね、まだ公人なのではないでしょうか。まあ、ですから常時公人であります。しかし、10日の日が明けますと、常時自由人になるわけですね。まあ、自由をしかし規律と合わせて、あの出来合わせてないとですね、あの、まあ、いわば自由本満行使な形になります。まあ、ですから、まあ、常在道場は変わらないと、一二修行、二二修行、三二修行ということで、山の中でですね、そういう生活に入ろうと思っております。はい、あと事務的な手続きで、あの退職金とボーナスですね、はい、こちらは受け取られるようになります。静岡新聞さん、お願いします。静岡新聞の小原と申します。あのリニアの関係ちょっとお伺いしたいんですけれども、先ほど知事があのこの南アルプストンネル工事はあの、まあ、広いになったと、で強引に進むのか止まるのかということはあのモニタリング委員会の見解次第だとおっしゃったんですけれども、この南アルプストンネル工事を行うのか行わないのかというこの判断は次の知事には求めないあのこれは長い歴史がありますからね、このモニタリング委員会というのを無視することはできないんじゃないでしょうか。モニタリング委員会が、まあ、何らかの結論を出したら次の知事はその判断に従ってほしいというふうに思っています。モニタリング委員会は3つ の, あの基準を出されました。第1回の会合によって第1はですね、モニタリングとそれから事業の日程時系列とは一体である、それを明らかにしてください、明らかになりましたね。2つ目はですね、当事者は JR 東海と静岡県だけではない、
まあ、南のトンネル工事に関して、静岡国に関して、当事者はこの2つだけではないと。国家的事業と言われる以上、国も関与するべきである。したがって、この3社がトップ会談をして、既に膝を突き合わせながら、この信頼関係を深め、3社でその課題の解決に図るべきだ。これが2つ目の条件です。3つ目の条件が、自然が相手ですので、静岡が山梨県だ、長野県だという、そういう行政区にこだわるべきではないと。でそのうちですね、この2つ目が大事です。この3社で合意やらなくちゃいけない。でそこに静岡県のトップが入ってるわけですね。私は自分のことだと思ったわけです。私たち、私じゃないんですって。でつまり JR 東海の社長が出てくるわけではないと。大臣が出てくるわけでもないと。したがって、その事務におけるですね、意思決定にほとんど近い、その方たちが、膝を突き合わせて三者合意をする。で、やっぱりこれはすごく大きな、これを合意してやってますので、モニタリング会議というのは三者が全然関係ないところではなくて、それぞれ意思決定者がそこに入ってありますので、で、まあ、私の役割は、まあ、知事の役割は、座長に聞きましたところ、その三者が膝を突き合わせて合意をしたとなれば、そこでですね、しかるべき社長、知事、それから国交省のトップが来て、それでやろうというふうにするときに出てきてくる。そのときまで私の仕事は何ですかと待ってればいいということでございます。まあ、ですから私はそれはなるほど、第三者的なものとして非常によくできた構成 で、それをモニタリング会議のすべての人たち、大臣閣下、JR 東海の関係者、社長を含めてですね、うちも森木市長をトップとする関係者が全てそこにいて同意したことでございますので、このモニタリング会議は単なるこれまで有識者会議とは同列ではないと思っております。最後ですけど、その3社でその協議する内容というのは基本的にはこの南アルプストンネル の環境に関する問題をいかにして解決してここを着工まで持っていくかということを話し合うというふうなということだと思っているんですけど、その選択肢の中にこの工事を止めるということも含まれているという知事はおっしゃっている。いえいえ、止めるっていうよりもですね、これは JR 東海が事業主体ですから、国ですらですね、大臣ですら、JR 東海にこれをやめろとかっていう権限はありません。民間企業、JR 東海は民間企業として経営の自由と投資の実践の観点を大原則とする。当初は国から一銭のお金ももらわないとまで参加してられたわけですね。だからその民間企業ですから、そのご判断がどうなるかというのがですね、3社の会議の中で、要請されてくるんじゃないかと思います。では毎日新聞さんお願いします。毎日新聞のオランといいます。大変お疲れ様でした。今後ですね、選挙に出たりだとかですね、何らかの誰かの応援をするとかですね、政治活動をされる予定は、予定とかつもりはあるのかどうかということを教えてください。ありません。もう一切ないんです。政治の世界とは関わらずに、もうこれから行っていただいて。まあ、蝉になるわけですね。どういうふうに言ったらいいかしら。平太のおじさん、平太のおじさん、あなたの住まいはどこですか。はいはい、私の住まいは信州信濃の山奥の浅間の山の森の中、小鳥とお話しして過ごすという、それが私のイメージしている仙人の姿でございます。出店は今のお楽しみですか。小学校1年生の時に学芸会でですね、イスタの役を見せられまして、だからね、小林一茶、一茶のおじさん、一茶のおじさん、あなたの生まれはどこじゃないなってのですね、原曲です。ありがとうございます。産経新聞さんお願いします。産経新聞の日だけですけど、よろしくお願いします。今日告示された知事選で立候補されている方が呼ばれますが、どの候補を支持されるとか応援されるということは今のところお考えはないということでよろしいんでしょうか。はい、その通りです。次にどの
どなたが知事になるかは分かりませんけれども、次の知事にリニア問題でどういった対応をすることを望まれますでしょうか。はい、それぞれ の知事さんの見識、これは選挙中にご披露されると思うんですが、それを聞きになる、また選ばれるのは有権者ですから、選ばれた方はですね、言った通りのことを実行するというのがお仕事になるだろうと思います。ですから、有権者の方がよく意見を聞いて、この件、重要な問題だというふうに世間でも取り上げておりますので、候補者の方は、それぞれ明確な見解を出して、ごまかさないことが大事ですね、と思います。他ありますでしょうか。じゃあ、NHK さん。NHK のことです。先日、社務所の定例会見で、富田市長はリニアの専門部会の会社を私、提言されたと思うんですが、この受け止めを受けた県の専門部会は引き続き存続するべきかどうか、その点いかがでしょうか。JR 東海さんが専門部会 です、ね、説明したいというふうにおっしゃっているわけですね。で、その残されている課題も、JR 東海さんの専門部会、両方共有してますので、したがって、これは、そしてやり遂げるというのはですね、これまで先生方に勉強してもらいながらやってきてもらってますの です、ね、仕事ではないかと思います。また川崎市にこれまでのリニアの取り組みは、批判も多くあったと思いますが、将来ですね、このリニアを振り返るときに後世からの評価に、これまでのご自身の行動が耐えられるもの、評価されるものという、そういった自信というか、認識はいかがでしょうか。いや、そういうことは考えませんが、やっぱり山太ぽろに抱かれるっていう言葉があるじゃないですか。で、その山太ぽろに当たるのが静岡県では富士山と明石山脈だと思いますね。ですからここはですね、それに抱かれてこの、祖先からずっとこれから将来世代に向かって命をつないでいくんですね。ですからそこを大切にするという当たり前のことをですね、私はしたいんです、してきたつもりであります。ですから皆様もそのあたりのところは共有している方が多いというふうに僕は思ってこの4期末務めてまいりましたが、やっぱりまず今の事実を明らかにしなくちゃいけないという、この正直にですね、三輪さんがデータをですね言われたのがですね、感心しました。偉いと思います。それだから彼は偉いと思いますよ。自身としては、その南アルプスのためを思って、あるいはその流域のためを思って、その、これまで活動を報道されてきたというふうによろしいでしょうか。そうですね。ただもちろん人の命も大切ですが、人の命を育むさまざまなもの、お茶もそうですね、お酒もそうですね、さまざまな花も農作物、また生き物がいます。ですからそうしたもののこの守るというのがですね、この人間活動とこの生態系とのバランスを考えるエコパークのバイオスフィアリザーブというのが基本的なコンセプトです。エコパークというのは日本語和製の言葉遣いなわけですね。ですからバイオスフィア、つまり生物圏、生物の生きている地域ですね、圏域をリザーブ、守ると保存するということですが、そこに人も生きてるから、人だけというわけではなくて、生きとし生けるものを考えるというのはですね、お茶を栽培している人とかお花を栽培している人とかお酒をですね、作っている人たちはですね、人間だけのことは考えてないですね。お茶に効く、土に効く、そういう先生はその他の生き物なんですね。私もそういう考えは共有しているわけです。また繰り返しですが、南アルプスであったり、それを思っての行動だったということですね。そうですね、はい、おっしゃる通り。最後に、すみません、時間に問題があるんですが、次のご質問は、日経新聞さん、お願いします。日経新聞の深井と申します。時間があるので、メリットに2問伺いたいんですけれども、1点目が、通常の首長の交代であれば、次の知事が決まって、で引き継ぎ式等をやられると思うんですが、静岡県でも今現在進行中 の経済産業ビジョンであったりとか、津波アクションプランがあると思うんですが、引き継ぎなどはどうされる予定なんでしょうか。
これ任せます。新しい組長さん、まだ県の職員もですね、それで動いておりますので、うまい形での最適な決定がなされると私は確信しています。先ほど知事自身がその引き継ぎ式をやったりという考えはありません。ありません。で、はい、でもう1点が、先ほどの歌の中でもあったんですけど、信州とか、信濃のお話が出てましたが、今後はあれですか、静岡県民として生活するということではないんですか。まあ、どこで生活するかは人海に至るところ生産ということがありますけれども、どこで死ぬか分からんですよね。ですけど、たま私は膨大な本がありまして、それを収める場所がですね、マンションで入らないわけですね。まあ、ですから山小屋の中にあるので、そこです、まあ、万感の書と向き合いながら、まあ、ほとんど読んでるわけですけど、まあ、読み直していますから、まとめ返すというような意思はございます。静岡県で1000人になった可能性もあれば、それ以外もあるかもしれません。もうちょっと言いますとですね、標高1000メートルのところに住むんですよ。はい、はい、浅間山の標高1000メートルで1000メートル林道を出してるわけです。その傍らに住んでること、住むことになると。だから1000メートルのところに住む人間、1000人と。失礼しました。いや、もう一人そうなんですよ。1000メートル林道という、その林道の傍らに山小屋がありまして、そこで、守るので住んでいくということであります。あ、わかりました。いかがですか。はい、お願いします。これまで取り組んでこられたかと思うんですけれども、任期途中での退任ということで、やり残したことがあれば教えてください。たくさんありますね。あるいはやりたいことっていうのはですね、この場の力を考えますと、潜在力を考えますと、これを顕在化するためにいろんなことがある。例えば、まあ、医療を充実させるために社会健康医学大学院大学、これが、まあ、総合医科大学院大学にぜひなってほしいと思っております。今その委員会が立ち上がってますから。あるいはまた東部には加藤学園って言いましたかね、英語で授業する中学高校があります。で、中部には今名護市長さんがインターナショナルスクールを作るって言われてる。西部にはバカロリアの高等学校ができる。これです。みんな大学にいる人が多いですからね。ですから、その英語で、授業ができる。しかも実学を、企業内大学ってのがありますけれども、内ではなくて企業外で、企業の方たちが英語で講義をすると、まあ、それをマウント富士の元でできれば、マウント富士インターナショナルユニバーシティと、すれば AIU という秋田国際教養大学、それから APU というアジア太平洋大学、このど真ん中にあれないんですよ、そういう。ここに作ればですね、もう場所がもうマウント富士ってすぐ分かりますから。ですから、そういうものをですね、県民一緒になってですね、だから英語で講義するから誰もが英語をしゃべれると、その大学であれば。それから日本人だけじゃなくていろんな人が来られるから現地語をしゃべると。それから日本語ができないとやっぱり不便ですからね。ダモンデ弁が共通語になるんじゃないでしょうか。だから三角ダモンデ弁、それから英語、それから現地語ができるですね、そういう人がマウント富士インターナショナルユニバーシティで人材育成ができると、こんなのはですね、やりたいなということの一つですね。それからあるいは山の国ですね。どうなんか東京とか中京にね挟まれて、また先だとかっていうようなことを私が知事になったことを言ってるに言ってられましたけど、そうじゃないですよ、ここ真ん中ですよ。その山を縦に込んだらもう絶景でしょう。だから倍富士の国、倍山の国になって、いや地方4県サミットみたいなのが出来上がってですね、お互いに交流が始まってる。880万人ですよ。さらに三霊山、富士山、立山、白山、これも入ってるので、富山県とか今厳しい状態にある石川県に入っているので、これ1000万をはかり超えますからね。こういうところでですね、絶景空間、スーパービュー、スーパーマウンテンビュー、リージョンですね、こういう地域をですね作るっていうのはですね、やりがいなんじゃないでしょうかね。今黄金街道なんていうのはそういうものの一環なんじゃないかと思うんですよ。佐渡と豊を結ぶね、
サドフェリーとトイフェリー、アクスリオンフェリーが兄弟関係になっているでしょう。その間にこの金山がありますから。ですからいろんなこの可能性が秘められているので、ですね、県内でとどまらないで箱根、富士箱根湯、あるいは三重南進と、こういう県境を越えたそういう地域づくり、これがですね、できるような状況になっているから、それをやりたいというか、やってほしいなとかですね、いう気持ちは、まあ、やり残したというよりも、いや、可能性があるなということを感じながら今、いるのはですね、大変夢を持ってやられるなという感じですね。はい、はい、あ、すみません、時間の問題もありますので、これにて、会見も終わらせていただきたいと思います。記者会と知事との間でこの会見の場でいろいろと意見をぶつけ合うこともあったかと思いますが、15年間知事生活お疲れ様でした。以上で記者会見を終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。またお花を毎回受け取った方々に対してもお礼申し上げます。皆さんもお気づきになったでしょう。今日は何でしょう。芍薬、立てば芍薬です。我々は芍薬です。それとカーネーションですね。はい、以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。